今ネットフリックスで大ヒットしているというイカゲーム、まあ、イカゲームなんていうねふざけた名前ではあるんですけれども、ネットフリックス史上最高のヒットだそうです。これはアメリカを含む配信中の約90カ国で週間視聴者数ランキングの1位を記録したと。で、僕も見たんですけれども、まあ、全9話あってですね、なんか気づいたら全部見てましたね。作品のざっくりとしすぎた概要を言うとですね、まあ借金とかもう人生追い詰められている人たちを集めてゲームをやるという話です。そのゲームというのは韓国で子供時代に行うような遊びなんですね。予告編にも出ているもので、まあこれであればネタバレにねそんなならないかもしれないんですけども、まあ第1ゲームがだるまさんが転んだなんですよ。ただこんなに悲惨な理不尽なだるまさんが転んだはないですよね。プレイヤーは合計で6つのゲームをやり、それに勝ち上がると日本円にして40億円を超えるお金を得ることができると、まあそういうことなんですよ。最初456人いて、その中で争っていくことになりますので、まあ人間の醜さというかそういうものがめちゃくちゃ出まくってドロドロした作品なんですけど、そういうのが好きな僕にとっては、まあ、結構楽しみました。ただ見ていくうちにですね、あれこれなんか怪獣っぽいなって思ってしまったんですよ。第5のゲームなんてこれもうまんま怪獣じゃんみたいなさ。あとはゲームそのものの構造とかね、その持っているものが持たざるものを使って遊ぶというか優越みたいなさ。実はこの作品って作ってる側もですね、日本の漫画に着想を得てるということを認めています。韓国ドラマの凄さをさらに広めたイカゲームですが、9月24日付の米業界誌デイリーバラエティや9月29日付の韓国誌ハンギョレによると、監督脚本を担当したファン・ドンヒョク氏はお金に困っていた時期に漫画喫茶で賭博黙示録カイジやライアーゲームといった日本の漫画を読みふけっていたなどと10回、イカゲームがこうした日本の漫画から影響を受けていると認めました。そして他の類似作品ではゲームが難解かつ複雑なので主人公は天才でなければならなかった。しかしイカゲームはゲームではなく参加者に焦点を当てたシンプルさが他と違っているのですと語りました。日本からイカゲームのような世界を席巻するドラマが生まれなかったことがつくづく残念です。さっき言ったように怪獣感は出てるんだけども、パクリとまではまあ僕は違うかなと思いましたね。着想は確かにそこだったのかもしれないんだけども、まあ、やっぱりその韓国社会の悲惨さっていうのと組み合わせてこうより進化させているというか、イカゲームの主人公は、まあ、ギャンブルなんかもやるんですよね。やるんですけれども怪獣ほどのクズではありません。ベンツのエンブレムをぶっ壊して集めるとかさ、そういうこともやっていませんし、一応主人公は真面目に働いていたんだけど韓国社会の厳しさゆえに淘汰されて、まあ落ちぶれていったと、そんな感じです。ですから基本的にはいい人なんですよね。怪獣の魅力といえばやっぱり頭脳戦ですよ。もうざわつくギリギリの状況でこう考えに考えまくってなんとか勝利の一手を紡ぎ出すというのがやっぱりねいいんですよね。ただイカゲームでは怪獣的な頭脳戦というのは全くないんですよ。怪獣ほど頭を使っていないし、結構主人公は状況に流されてしまいがちなんですけども、まあなんだかんだ進んでいくと。言い換えると一般的な人間からするとかなり共感を得やすい主人公像なのかなと思います。この背景って何といっても韓国社会の世紀末感ですよね。先ほども述べたように主人公は根は真面目なんだけれどもまともな職に就いていないんですよ。まあつけないというか、ソウル大卒のエリートも登場するんですが、そいつもちょっとやらかしてしまって、まあ、転落してですよ。そしてゲーム参加っていうね、まさに昨日も紹介したチキンオアダイみたいな話で、結局そのまあ何ていうかな、競争に敗れた人は当然やっていけないし、競争に勝ってきた人もまあひょんなところから転落していってしまってっていうさ、生活を回すために借金をして、で借金がどんどん膨れ上がっていって、利息を返すこともできないような収入でもうやってきませんよね、そんなんじゃ。主人公の母親は結構な高齢なんですが、まあそれでもやっぱ働かなければいけないということで野菜の行商でわずかの銭を得ています。それで体壊して入院、まあなんなら手術が必要なのに、やっぱりまともな医療も受けられないんですよね。そのような背景があって、まあ、主人公もゲームに参加せざるを得ないという状況に追い込まれていきます。韓国は本当に厳しい社会ですよね。競争がとても激しいですし、小学生ぐらいから塾に通って、まあ、受験に備えなければいけません。受験でふるいにかけられ、就職でもふるいにかけられ、就職に成功したとしてもそこから出世レースがあるので、まあ競争の連続です。そこから漏れると、まあ人間が一般的に考えるような
生活というか結婚をして家を買って、まあ、幸せな家族を築くみたいなこともできないわけですよ。今不動産価格もどんどん上がっていますからね。そういう厳しい社会ですから、なんかこう大統領周りで親族のスキャンダルとかがあると、まあ、なんか甘い汁吸ってやろうっていう感覚もわからんではないかなっていう。韓国は少子化も深刻になっています。だから外国人労働者なんかも入れてるんですけど、やっぱりこう中には差別なんかもあったりしますよね。そんな様子はイカゲームにも出てきます。パキスタン人のアリというキャラクターが出てきて、こいつねすごいいいやつなんだけど、ね、作中では工場で働いているんですが、まともに給料を支払ってもらえず、怪我してるのに労災も下りないと、ほんとひどい話ですよって思ったんですけど、日本も技能実習で結構ひどいことやってる企業とか一部あるじゃないですか。ですからこういう問題って是正していかないといけませんよね。厳しい社会ゆえに一発逆転を狙うっていうのは、まあ結構ある発想だと思うんですよ。で、韓国の若者っていうのはそういう現状にこう絶望してというか、まあ一発逆転を狙って仮想通貨に金を、まあ、積んでるという話ありますよね。5月の日経の記事を見ると、大学生の4人に1人がやっていて、なんなら借金してまで仮想通貨を買っている人もいるとか。日本もね、格差が拡大していると言われておりますけれども、まだやっぱ韓国ほどではないのかなという感じがします。厳しい韓国社会ですから、まあ実際に、まあないですけども、実際にもしイカゲームみたいなことがあったら参加する人ってね結構いると思うんですよね。何しろ40億ですから、40億、エンタメ界隈なんていうのは結構一発逆転の業界なんじゃないでしょうか。今回このイカゲームがヒットしたことによって、まあ制作陣っていうのもですね、今後潤うことになるでしょう。全9話あって、ラストの回ではなんかこうシーズン2に含みを持たせているので、まあ、やるんじゃないかなということも考えてしまいますし、出演していた俳優の方たちは、まあ、これで顔が売れましたから、まあ他の国からもですねオファー来るんじゃないですか。制作陣も、まあ、やっぱりそのあのイカゲームのスタッフが送るみたいな感じで、多分こう制作の依頼って来ると思うんですよ。こういったドラマにしても K-POP のような、まあ、アイドル産業にしても一発逆転というかね、まあ、かなりこう儲けられる目があります。韓国は超学歴社会ですし、学歴があっても、まあ、成功するとも限らないので、まあ、厳しいからこそ今このエンタメ業界、まあ、韓国相当頑張ってるんだろうなと。本来このイカゲームにしても、まあ、日本の漫画に着想を得たっていう話ですから、本来ならば日本がこういう作品を作れたらよかったんですよね。そして世界に売り出していくと。ただ日本はその分野なかなか苦戦してるのかなというふうにも見えます。逆に韓国はアイドルにしろドラマにしろなかなかの存在感を見せつけていますよね。いやいや、私はそんなの見ませんよっていう人もいると思うんですよ。ただやっぱこの5年くらいでやっぱ広がってはいるなと、まあ僕は体感的には感じるんですよね。そこは日本も謙虚に学ぶ必要があるんじゃないかと思います。しかし日本の場合、ある程度国内市場があって、まあ、そこに安住してしまってる感があって、必死感が足りないのかもしれない。ネットフリックスでも全裸監督なんかはね、かなりディープですごい作品だなというふうに思うんですけれども、まあ、あれこそちょっと子供に見せられない。いや面白いんですけど、ちょっと子供と一緒に見るのはね、ちょっとなっていう。気になった方はぜひイカゲーム、さらに全裸監督も見ていただければなというところで、今日は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。